こんにちは。1球 52.5%10 切れやっていきます。よし。うん、これね、動画撮るの大体、お前が先手だ。おっと、ブラウザでやるときはね、対局開始やってんすけど、なんかあまりにもこうしょうもない勝負になったときは上げないでいてるんですけど、そのときに結構今回はこんなことしましてねみたいなこと言ったりしてるんですけど、それを言ったのにアップロードしてないときがあると、あ、飛車で取るんだ、なんかその話を結局してないっていう状態になるんですよね。まあどうでもいいですけどね。まあで、それでもまあ前回ね、御徒町将棋道場行ったっていう話したんですけど、その時の勝負がしょうもなかったんですよね。なんかね、6勝2敗したんですよね、将棋道場で。まあまあじゃないですか。まあまあいい感じの成績。まあ1級でやったんですけどね。俺将棋道場、将棋ウォーズが1級なんで、1級で登録してやったんですけどね。登録というかなんか自己申告なんですけど。まあでも、おじいちゃんには結構勝てるかな。おじいちゃんには勝てるけど、若めの人に結構負けるんですよね。回るか。このマウス静かなのはいいけど使いにくいな。カチカチ音がしないマウスをね買ったんですけど、割とゆっくりこうゆったり操作することになる。将棋道場ね、初段おじいちゃんはなんか、そのおじいちゃんと喫煙所で喋ったりしたんですけどね。いやー、強いっすね、とか言って。いや、そのおじいちゃん三段やったんですけど、なんか、いや、三段つってもね、しょうもないよ、とか言って。これ銀上がってくんのかな。三段つってもね、もうみんな弱くなっちまって、周りのやつなんでみんな70代だよみたいな、見てごらんみたいなこと言ってて、確かにまあ、うん、若めの人よりは勝ちやすいかなっていう感じの感じでしたね、おじいちゃん。そんな感じでしたね。まあでも、御徒町将棋道場はね、7連勝しないと初段になれないんですよね、1級から。きつくないですか ?7 連勝で。初段相手、あと、先手なだけなんで、こっちが。で、そもそも、駒落ち耐久がないんで、あの2級か1級か初段としか当たんないですよね。角打つと金上がり、まあいい形か。端攻めする、銀出るか。でも銀出ると角打てないな。狙いがな、いまいちないっていうね。桂跳ねていくか。あ、今度こそ角打ちたかったけど、銀出ちゃったからな。これ4四角から狙われちゃうんかな。4四角
まあこうかな。高見ようか。三人格は。打てるんじゃないかな。四三角成と飛車取りを見せて。こっちもそういうの言うてそうか。七九角打てんのかこれ。七九角どうすっかな。まあ8五飛車か。向かいにするとな、5筋の歩突くとこうなっちゃうんだよな。浮いた方がいいんですかね、向かいにしたときは。つってもこの形やとな、これは7九打つやろな。あ、でもどうやろう。その時は桂取って、これは8五飛車はどうですか。桂バサッとくるかな。浮いてみよう。まあ三筋くるかな。ああなるほど。取るか。歩で取るか。7分。歩で取るか銀で取るか飛車で取るか。腕と振ってくるかな。金寄る。金寄る。怖い形になってきた。そんなにいいわけでもない感じやな。割と7四角とかも嫌かな。お、ぶつけか。取るか。これは取ろうまあちょっと飛車が使えないと見てって感じですかね。飛車4一は3一角って打たれちゃうかな。まあ歩突くか。桂取り。これは角2枚持ってるからな。この筋やばいっすね。歩もあんま渡したくねえのか。同金が嫌か。この筋嫌っすね。これは
桂馬取るか。結構やばいかこれ。なってくる。こっちなるかな。あ、こっちなるの嫌だな。飛車銀両取りやん。まあでも銀取る。銀引きたいっすねこれ。あ、そっち歩取るか。じゃあ歩取るとなった手が今度はまた桂取りにもなってるのか。拠点嫌ですね。でも歩の拠点がなるか。でもここに飛車がちょっと狙われると嫌なんで。いや銀引きどこで入れるかやな。でもやりたい手がいっぱいあるな。そうっすね。これはこうか。桂は渡すけど、歩成り5分。お、まあまあまあの防御力やと思うんですが、香取る。これはこう引くか。歩を収集して、おお、これはどこに行くかな。ここ行っちゃうか。ここ6球まで引いちゃう。香取りを防いで、でもなんかちょっと取られそうな感じになっちゃうのか。ここに引くと8七角とか。より銀引くか。寄るか。角打つか。飛車取られると、まあでも結構金銀4枚おるから、まあまあの、あ、よりか。じゃあどっか飛車下ろすか。まあでもとりあえず叩きの歩、ここ叩いといてちょっと連結を外して、そうですね。でここにも叩いとくか。で、飛車をどっかに下ろしたいけど、あ、寄る。寄るか。なるほど。ここついてくか。ちょっとまだね、どこに飛車を下ろすかっていうのは決めずに。桂か。まあついていきますか。まあ一回成り入れておいて。あ、ちょっと待てよ。銀引かれて見ようかな。じゃあこういくか。飛車どこに下ろすか悩みますね。
不思議な陣形してんな、陣形というか布陣だな、これ馬と。どこ行きますかね、これ馬が紐付きで竜に当てるのは無理か。角打つとかあるのかな。やっぱ飛車手に入れたら結構きついしな。でもこっちちょっと角欲しいっていうのもあるんだな。角そうっすね。切ってくる手は、取っちゃおうか。で、角ゲットした。3分。が、歩合いされても嫌だしな。飛車下ろそう。この辺がいいかな。銀引かれる？でもまあなればいいか。飛車下ろす、金打つ、馬切りが結構やか、この位置。強化、金打ちますか。ちょっとでもな、手抜かれたとき、あ、上か。じゃあ、取っときましょう。まあ、これは取るか。2分30秒。よく言うか。角打つかな。これで馬の脅威が消えたと。しかし角打ちとかでまた馬を作られる。これはこっちの方行っとくかな。次角打って、どうなんやろう。これは手抜きたいな。まあ詰めろかけとくか。あ、これは銀打って角打ちでいいか。角打って上がれば金、引けば角成りで。ありがとうございました。厳しい、あまりに厳しい戦いだったが、よく頑張ったな。厳しいって言うってことは途中やっぱ悪かったんだな、どっか。これで 57.8% に。ちょっとだけ初段が見えてきたか。ありがとうございました。